ましたけども、こういう風にするといいですよとかね、こういう楽しみ方がいいですよって、そういうことをなんかこう偉そうに言えるような人間でもございませんので、今日はですね、すくすく育ちまして、もう堀江といえば可愛いだけの少年でございまして、大谷総近くの半分は実施にした気をつけます。今は思ったんですけどね、思わずに言われてたよ。せっかくですからね、コツを教えてみました。コーラはね、何事にもやっぱコツというものがあるものでございまして、このコツを覚えれば皆さんもコーラ早く飲めます。まだ早く飲んだからね、どんどん飲んでるんですけど、コーラを早く飲むコツ、飲みをする、無理と我慢です。よろしくお願いします。無理と我慢をすると早いと思います。じゃあ参りましょう。じゃあちょっと僕が言うのは、じゃあそちらで用意どんなに言ってもらってよろしくお願いします。